まず、第最初の発表者の方は大久保先生ですけれども大久保教授は現在国立遺伝学研究所生命情報 DDBJ 研究センターのセンター長でいらっしゃいまして本シンポジウムを主催しておりますライフサイエンス統合データベースセンターの教授も兼任をされていらっしゃいます。 で大久保先生は平成の17年から19年にかけまして内閣府連携施策の一つでございます生命科学データベース統合に関する調査研究 日本におけるライフサイエンス分野のデータベースの統合ですとか学術文献学術用語などのこの分野の研究に不可欠な情報の保護と共有がどのようにあるべきかということにつきまして欧米の事例を参照しながら提言を行われましてその後も多大なる情熱を持って科学情報の権利化と共有化の課題に取り組んでいらっしゃいます。 その根底にはですね、まあ、日本において、えー、日本語という母国語において によるまあ情報環境をもっと整備して、日本の科学者が自分の国の言葉でまあ広く情報を収集しもっと視野の広い研究ができるようになるということでまあ欧米を追随するだけではなくてまあ我が国の研究分野の個性や独自の創造性をまあ生み出しながら研究をできるそういう環境の整備を応援したいということでまあ強い信念を持ってご活躍をいただいております で本日はデジタル科学への最後のステップというタイトルでご講演をいただきますそれでは大久保先生よろしくお願い致しますありがとうございますおはようございます遺伝学研究所の大久保でございますあの。 今、えっと、ご紹介にありましたような内容で最近、仕事をしてるんですけれども、えっと、実を申しますと私はもう、えっと、キャリアこのキャリアを始めてから十数年間あのベンチワーカーとして働いてその、えっと、ベンチのグループを率いておりました。で今日はあのその時の時経験を、えっと ご紹介して、えっと、皆様と、あの特にあの実験系でない方と、えー、現状の科学にある少し違和感を共有していただけたらと思います。まずあの最初のお話です、えっと、これ、タイトル間違えました、えっと、アウト・オブ・リーガル・システムではなくて、アウト・オブ・コモン・センスです、ウィズン・リーガル・システムです。 もうあの20年前にもなるんですけれども、えっと、まだヒトゲノムっていうものが、えっと、ヒトゲノムプロジェクトが、えっと、ちょうど始められようとしてた頃、えっと、私あるアイデアが、えっと、頭に浮かびました当時はあの分子生物学っていうともう成熟期に入っておりまして、えっと、クローニングセクエンスパブリック パブリッシュメントって癒やしめられるようにまあ何かその生理活性のあるような遺伝子をとってえっと論文を書くっていうやり方がえっと流通まあ流行っていうかもうえっとサチュレートしてたわけですでそんな時にえっとある方法でえっと単純な操作を繰り返すことでえっと間違いなくしかもえっと体系的に、えっと 薬のターゲットになるような、えっと、タンパク質を管理することができるんじゃないかっていうアイデアを得ましたでその方法はひどく簡単だったもんですから、えっと、簡単な方法の繰り返しっていうのは機械化ができますのでラボを、えっと、小さな工場のようにいたしましてで動かしてみたわけですでそうすると実にその方法が、えっと、機能いたしまして えっと、どんどん、えー、ドラッグアブルターゲットの、えっと、キャンディデートがあの薬になるような、えっと、なりそうな広報遺伝子が取れてくるわけですでその、えっと、工場を動かせば動かすほど管、えっと、理するキャンディデートの、えっと、選択性が、えっと、間違えたものを、えっと、選択せずに済むような、えっとまあ、工場の効率が良くなってきたわけです でえっと、幸いたくさん得た、えっと、共同研究者のその後の、えっと、苦労実験のおかげで、えっと、その中から実際に、えっと、いくつかの、えー、サイト間やそれから、えっと、遺伝病の遺伝子が取れたわけですでそんなことを10年近く行っておりましたところ えっと、論文を書くときには、まあ、その証拠になったデータを、えー、みんなが見えて自由に使えるところに置くっていうその習慣があるわけなんですがこの方法が新しかったもんですから、えっと、氷山のほんの一角だけのデータをパブリッシュ、えっと、みんなが使えるところに置けばそれで論文はアクセプトしてもらいました。 そうすると、えっと、たくさんその他にないデータが、えっと、自分のラブにたまるわけですでそのたまった情報を、えっと、さすがに、えっと、部分的には、えっと、自分たちのところで、えっと、当時出来上がったインターネットを使って、えっと、どんな人でもブラウズできるような、えっと、データベースを公開いたしました でもあくまで、えっと、私のデータベースを私のコントロールのもとで公開してますので、えっと、いつでもその気,に気に入らないときには、えっと、遮断できますし、えっと、気に入らない相手を遮断することもできましたそれからもちろん、えっと、まだ何かが取れるかもしれないようなデータは絶対にその、えっと、公開している部分に載せることはありませんでした そんなときにある魅惑的な話が持ち込まれます、えっと、日本の弁護士の方が、えっと、私にコンタクトされてきてその方は、えっと、アメリカのシアトルのあるそのバイオベンチャーが、えっと、私の持っていたコントロールしていたデータを全部買いたいというわけですでその弁護士によりますと えっと、そういう例は、えっと、科学データを売ってお金を得たような例は、まだないけれども、えっと、それを明示的に禁止しているような制約もないっていうわけです、でこれ、大変な誘惑でして、私も少しその迷いました、でそれから、えっと、そのベンチャーに行ってみて、様子を見たりしました。 あの本心はそのえっとひどく早く動いてるそのカッティングエッジのライフサイエンスのバイオベンチャーえっと西海岸まあちょっと来たですがその連中とそういう話をするのを楽しんでましたがよく考えますとその明らかにに常識を裏,が裏切ってることになりますえっと大学の外のどなたもそのえっと科学研究で作ったデータでその一教授が、え。っと 私服を自分のポケットマネーを作ってるっていうのは、えっと、予想してないと思いますで結局、えっと、そのデータを売ることはなかったんですがその時にそのできるだけ、えっと、見せないでおこう見せないでいるデータを増やそうっていう圧力が確かに、えっと、自分の中にかかりました。 ですからその私は危うくその、えっと、法律を犯さずに常識の外に出てしまうとこだったわけです、まあ、そうこうしていますうちに、えっと、今説明しましたようなその全く専門知識がなくても、えっと、簡単なステップを繰り返すことで、えっと、何か重要,重要な、えっと、遺伝子やタンパク質を取るようなアプローチが、えっと、世界中にあふれて。 そんな時に次の経験をいたしましまで、えっと、そういうデータのあふれた状態になると、えっと、先ほどのお話の場合は、えっと、キャンディデートから、えっと、本当のものを取り出すっていうところは、えっと、一握りの共同研究者が旧来、えっと、の方法で熱心に汗を流してやっていたんですが。 その似たようなアプローチが増えてくるとテストすべきそのキャンディデートっていうのがえ非常な数になりますもしかしたら、えっと、役に立つかもしれないこの10個の中にもしかしたら役に立つかもしれないっていうようなキャンディデート人が世界中の人が握りしめることになりますでそうなってくるとそこからその、えっと、さらに絞り込むのに、えっと、昔から分、えっと、かってる知識や、えっと、最近、えっと ほかで報告されたような論文にある知識が、えっと、を参考にして絞り込むっていうことをしなきゃならないんですがあまりにも数が多いのでどうやってその、えっと、知識をデータにアプライするのかっていうのが、えっと、次の問題になってきましたそんな時にまた、えっと、あるアイディアを得ましたでそれはその、えっと、僕らがまずその、えっと、知識を得るのは教科書から でしてで昔からその教科書っていうのにはその異常なその普通の本と違う魅力を感じてたんですが、えっと、その教科書の、えっと、特徴を使って、えー、機械にその、えっと、知識をデータにアプライズさせるっていう方法を思いついたわけです。で具体的に言いますと、えっと、教科書の、えっと、作品部分人手でつけられた作品部分っていうのをえっと トピ,ックにトピックの中心にある言葉だけを選んでそのディストリビューションを、えっと、描いたデータとして使うしかも、えっと、教科書っていうのはある知識ドメインを、えっと、重複することなく、えっと、をうまくオーダーされたトピック群でカバーしていますので一つのドメインノリジーの代表としては理想,理想的だと考えたわけですで そういうい、えっと、教科書を使ってオントロジーみたいなものの代わりにそのドメイン知識を代表させると、えっと、任意の、えっと、何百何千ものドキュメント群を教科書書棚いっぱいの教科書の、えっと、各ページに、えっと、挟んでみるレ,レレバンス、えっと、を測定するっていうことなんですが、えっと、教科書に従って、えっと、並べてあげるっていうことができるようなシステムができました。 でえっと、これをしてあげると例えばその同じ、えっと、ドキュメントを並べ替えるのに、えっと、解剖学的な視点で並べ替えようと思えば、えっと、解剖学の本を使えばいいし、えっと、サイトジェネティクス細胞生物学ですか細胞遺伝学で、えっと、並べ替えようと思っても、えっと、病理学的に並べ替えようと思っても自由に選択できるわけです。 でしかもいいとこはここにえっと人,から人が注ぎ込んだその苦労して注ぎ込んだ専門知識は何もないわけですそのえっと手で作ったオントロジーとかえっとそういうものは何も使わないでよかった。教科書を機械的に読み取って しかも作品部分とそれからテーブルオブコンテンツを読み込んで行列を作ってえっと簡単な線形台数を使ってえっと次元を下げてえっとドキュメントをその作品用語でインデックスをかけてその織り込んであげるっていうそれだけですところがああえっと作って気がついたんですがえっと私はその著作権をこれを公開したらひどく著作権を侵害することになります。 えっとあのえー、作品というものでも、えー、著者がその1ページから1516の中心的な用語を選んでつけた作品というのは、えー、っと機械的な作品と違って、えー、自由度がありますから、えー、っと著作性があるわけですですから、えー、っと出版社の許諾なくしてこのシステムをオープンにするということはできませんでした で実際にそのいくつかの出版社にお伺いしたんですが、えっと、あまり快い返事をいただけませんでしたでさらにその、えっと、用語の世界に入ってみますともっと合理に合わない、えっと、例があふれてるのに気がついたわけですでそれはその、えっと、学会が作ってる用語集とかえっと いろんな定数を載せたファクトブックとかそれからえっと世の中の状況をえっと政府が調べたそのサーベイとかですでこれはどれもその本にはえっとこれを出版するのはえっとここのコンテンツをできるだけたくさんの人にえっと効率的にその広げるために出版したと書いてあるんですがえっと 最後の部分には、えっと、かなり怖い脅しが書いてありますで、えっと、これを読むと何もできなくなってしまうわけです二つ目の、えっと、お話からの教訓なんですが、えっと、原稿の著作権あの、えっと、少し怖い脅しっていうのはそのえ本の 新しい使い使道、計算機が許してくれるような本の新しい使い道のえっの、と、開発やそれの公開っていうのをどうも、えっと、遅くしているような恐れを感じましたで以上のような、えっと、お菓子 少しおかしいな状況っていうのは少なくともその僕が学生の時にはなかったことなので、えっと、最近起こってきたことではないかと思って少し技術の進歩と今のような問題のクロノロジーを、えー、まとめてみたものがこれなんですが、えっと、データを何も、えっと、あらかじめその、えー、専門性のないところに、えっと 工場ののようなものにサンプルを持ち込んで、えっと、何かをしようっていうアプローチはヒト、えっと、ゲノム研究が最初ですから、えっと、この辺から始まるわけです90年から始まるわけですでちょうどその頃がそのインターネットワールドワイドウェブが広がってきた頃で、えっと、デジタル技術の進歩がその両方をなさしたっていうことが分かるんですがえっと日本で言いますと えっと、そういうことが、えっと、ちょうどアメリカの話をしましょうかアメリカで言いますとちょうどその頃に、えっと、この DBCLS ここのセンターに当たるような、えっと、NCBI っていうその、えっと、データセンターができるんですがそれは、えー、政府の中に NHK の中に出来上がりますそして、えっと、そういうデータを中心とした科学が、えー、スタートするのと同時にどんどんその、えっと、データを の共有を進めるようなえっとポリシーや法律が作られていっているのがわかります。一方、その我が国を見てみますと、そのちょうどデータを中心の科学が始まって、えー、えっと法律も整って本格的にそのえっと国が主導のプロジェクトが始まるような時に、えっと同時にその大学の法人化っていうのが起こりました。 でその大学の法人科ではその、えっと、僕ら職員は、えっと、今までみたいにその、えっと、ナイーブにそのデータや知識を垂れ流しているのではなくて、えっと、そこからその何か得れる知財があればできるだけ取るように、えっと、教わった繰り返し教わったわけです。ですからちょうどその、えっと、私有化が先に進んでいてそれの バランスするようなポリシーデータをシェアするようなポリシーがアメリカで盛んに作られている頃に、えっと、我が国ではその20年遅れで、えっと、知財を科学から取ろうっていう仕組みが出来上がったわけですで、えっと、初めの僕が、えっと、経験したお話はこの辺の時代でしてまだその、えっと、プライバタイゼーションの圧力がかかる前でした ですから、えっと、あのお話の後の様子が、えっと、どうなったかっていうとおそらくその良くなったよりは悪くなる傾向があってもしかるべきだと思いますこれはあの午後少しその実例を、えっと、永瀬先生にお話しして聞かせていただこうと思いますいずれにしましても、えっと、先ほど言いましたような、えっと そのデータを中心としたような、えっと、デジタル化した科学を進めるためのバランシングポリシーっていうのは、えっと、アメリカでもうすでにその97年ぐらいから10年がかりで、えー、アメリカの、えー、アカデミーが作っているえナショナルリサーチカウンセルっていうところが、えっと、毎年のように何百ページものよく考え尽くされた報告書を書いています。 ですから私もまずこういうのを私もまずこうういのを勉強しましてでこれはアメリカの事情ですので、えっと、日本の事情もよく知った上で、えで、っと、著作権の問題などともよく連絡し合いながら、えっとまあ、その知財を犯、えっと、すことなくそれから、えっと、法律も犯すことなくそのデジタル科学が進められるような制度っていうのはどういうことか。 を考えなければならないと思っております。えっと、私の後のスピーカーの方々は、その世の中を代表するような思想家ですので、えっと、どういうふうな制度をすればいいかっていうようなご示唆がいただけるのではないかと思います。どうもありがとうございました。